お疲れ様スラッドです。今日はこちら高回転ラムでやっていきます。さあこちらですね、なんと世界上位トップ10のうちの5人が使ってます。はい、まあ、トップ30だと10人ぐらいがね、はい、使ってるという、もう強すぎ、はい、ぶっ壊れデッキというわけで流行りまくってます。新カードのゴブリンシュタインと、まあ、あとラムですかね。なんかラム自体もめっちゃいる、ペッカラムかな、ペッカラムか高回転ラムかみたいなんで、あと呪文のこのライトニングもね、新カードに刺さります。かつあとボイドも減ったので、ロケット方針も輝きやすいよねと言ったところで本当なんかもう頂点、ね、極めれば、まあ、今シーズンこのデッキが世界1位に多分フィニッシュ、まあ、出るんだろうなっていうデッキでさえ、まあ、あとは大砲もね、新カードに強いので、なんだこれ本当に現環境強いやつらを、まあ、ぶち込んだだけのね、ラムデッキです。まあ、一応ホグとかもいるんですけど、単純そのラムの方がまあ上位互換ですよねと言ってたら、なんか似たようなやつ来たな。これ禁忌されんのやだな、やべ、勘弁してえ、まずいですね、簡単に言うとね。やめてください。あ、スキー頑張れば。いやもうこれで言ったらね、500ぐらい、500どころじゃねえか、1000か入っちゃうんでね、痛いよねっていう話。さあキング起動されてまずいなミラー対決やな。アイスピでロケコでライトニングもあって、さあ何をどうすればいいのかもあんま分かんないんですけど、うまいなそれ。まあでもさあキング起動できたので一緒ではあるっす今んとこ。いやこの新カードがねマジイカれてんだよな。一応なんか新カードが使われてないデッキ、まあ枯渇とか、まあ、あとなんだろうな、まあ、クロスボウぐらいはいるんすけど、まあ、それ以外はみんな新カードっすね。ペッカとか、まあ、あとこういうラムデッキとかも何でも新カードいなきゃもう戦えないよね。いや早めにどこしようか。まあ、防衛ラムもあるんだね一応。いらねえか。いや、いるっすね。よしよしよし。いや、いいよ。からのよね。もうライトニング削りなのかな。待って、あいつが。まあ、ビリビリは、入れ。うまいな、相手も。え、これさ、マジで。こっちにウッド使うの嫌すぎるな。でロケ砲にライトニングとか使わせられたら幸せだけど、これ一体どうすればいいんだろうね私はどうすればいいんだろうっていう話ではあるが、なんかお互いさ削れない世界にいるよね今んとこ。まあ、削れない中でどうすんのかって話ではあるが、ラムも一応新カードの、まあ、博士の通常攻撃のスタンでね止まっちゃうんでね、あんま攻めてこないな。ゆっくりいくかじゃあなんか地味だなミラー対決だるいね。一応レーザーあるわこれ、待ってちょっと熱い。まあ、ちょっとだけか。いや、ほぼライトニング削りになっちゃうよね。ラム防衛。やばい。削りで負けそうな。怖い。飛べ。縄、投げろ。お前、早く。よしよしよし。まあ、こっからね。ちょっと怖いな。絶対来るやん。ね、いやでもいいロケをやばい。ちょライトニング削りしなきゃマジまずい。ちょ分かっているんですけどね。お強い。ケツラムからのか。やべよくねえな。お待って、ルートケース入った。おっつラッキー。マジやばい。勘弁してほしい本当に。危ない。なんだこれ後ろラムも強いぞこれ。端前でさ行っちゃダメかな。え、相手防衛でもうビビってるの。
さあ、まあミラータイプはもうこのライトニングで削っちまえば、あとはロケット投手も残って勝てそうっていう話ですよね。わすごいないや今シーズンこのデッキを極めたら皆さん世界一いけます。明確な弱点が難しいね。おい流行りですいやチャンピオンもあるから、チャンピオンの新カードのゴブリンシュタインで大砲とかも突破できるし、まあ、ライトニングもね幅広く活躍できるしっていう、このデッキをメタル方法が結構薄いっすよね。難しい。このデッキに勝つなら、まあ、おとなしくこのデッキを使うのが手っ取り早い気がします。何に負けんだろうないや、まあ、むずいんだよな。安牌デッキすぎて、トリマこれ使っとけっていうね。さあペッカとか来ても結局大砲と、まあ、あとゴブリンシュタインっすね。あとまあロケ砲もあるもんなんか守れそうで、ゴブリンシュタインこれいらなそうだな。なんかどうなんだろう、ヤナアメとか来んのかな。まさかのねボイドが珍しい、ね、現環境いないね。レース打っちゃうか。あのブラスターね。さあライトニングあるんで、まあ、ライトニング打ってもいいし、もう一回スキル溜まりそうだったら、まあ、スキルでライドラも処理できますよって話ではあるが、まあ待つか。これキング起動したいな。ああ。よし。めっちゃいい。めちゃめちゃいい。で、しかも、このロケット式キング起動されにくいんでね。ブラスターだと。まあ、8枚ベッカ来んのかな。来そうだな。来ないが、まあ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 、ゴブリンシュタインで一旦耐えましょうと。進化スケルトンかける進化ロケット方針ね。ロケット方針もなんか気づいたら強いな。ボイドが減って、ボイドなんだけど今回の相手がライトニングのパターンあんのかな。すんごいの恐ろしいことにはなりそう。いや、まあライトニングの強みね。博士にも強いし、他にミッドも巻き込めるんで、今みたいなとこはちょっと積極的に打って守っていきたいな。どうしようこれ、攻めむず。逆にしようかな。対ペッカに対してはロケ砲と大砲でなんとかなりそうで、相手のそのさ主軸みたいなのがさ分かんねえんだよな。いなくなっちゃった。これライドラ飛びますおもろすぎる。まあこういうのね、おとなしくライトニング打っちゃおうって話。わめっちゃいい。いや良すぎる。ライトニング来てる。環境に刺さるな。ライドラも一応処理できるんでね。 OKOKOK。 なんかちまちましてるだけで、ラムライダーマジ一回も出してないラム出さずに引きこもりプランもね。ボイドちょっと嫌なんだよな。ここで削りたい、できるだけ。もう一発撃って。一発しか撃てないの怖いよね。一応レーザーがあってね、これ結構溶かすことができちゃったよ相手のさ、何これ、何もないパターンあんのかな。ペッカとこれだけみたいな。いやーこれはね、高回転大砲が悪いんですよね。うん、正直これで全部守れてしまうがゆえにこうなります。こういうの打った方がいいかも。こういうのもあります。はい、お散歩ね。で、左ラムね。
はじめまして。最悪。最悪なことした。マジごめんなさい。でもこれライドラ溶けます。やば。ライドラ溶けますってなんか言ってる自分もなんか意味わかんないもん。なんでライドラ溶けんだよ。普通に真ん中ライト、おーいいね。それいや、なんか飛んでない。いやーマジ最強すぎる。ロケット方針も強いね。いいね。でライトニング打ってさあ勝ちですよと。まあ正直ラムがなくたって他で戦えます。てかライトニング削りで戦えるんで、超丁寧なパターンはねこんな感じで一生守ってもいい。それで勝てんのがね良くないというか、まあ博士だからできるみたいな。博士でねモンスターがタワーマンに届けばそれで500ダム削れるわけなんで、正直スキルでね本当守ってモンスター届けばラッキーで戦って、まあ削りに行かないといけなかったら橋前ロケ砲でも削れるし、なんだラムでも削れるしみたいな。最強だなこれ。立ち回りも無限です。このデッキやばいね。完成度高いな。空にも行けるしね。バルーンもラムで止まる。ゴブリンシュタインもロケット押しで誘導もあるっしょ。これイカれてんね。ゴブリンシュタインを早く下方するか、またラムもねちょっと悪いんだよな。ちょっとどころじゃねえけど、ラムライダーもちょっと下方してもらわなければ。ここ最近ずっと無双してるイメージがある。このペッカ型みたいなのもね流行ってるんでね、今高回転ラムではなくペッカラム。いやこれだけでさ言ったら終わるもんね。はい。ルート強制ある。え、しかも竹がさあっちなんだよ。やばいね。幸せな。相手はこのゴブリンシュタインのモンスターに大砲使いたいから、でも使ったら使ったでラムが止まんないしみたいな。まあ相手も持ってるんですけどね、一応ロケ砲で削ることはできるんだよな。正直削っちゃってもいいけどね。で逆にこれに俺がね施設化を使うとって話ね。これやばい、なんかやばい。待って、勘弁して。難しいってクラロは。難しすぎるがゆえ。怪物がやばいよな。そんなつもりないんだよ本当に。全然そんなつもりじゃないな俺は。でも気づいたら相手の多分1300やねんな。やばいよね。ラッキーで勝てるよ。よいしょ。まあロケはちょっと禁忌されちゃうんだよね。この大砲がいるよね相手。これ大砲使ったらさちょっと痛いんだよ。まだこれレーザーからのいいね。さあ大砲使わして、やばい、この怪物マジやばい、ほんとにマジでアホすぎる。なんだこれ、なんか負けそうだな。やばい、ほんとにやばい。この火花でかすぎる。でもマジでそう、でも止まんないでほしいです。お願い。ライトニングのダメージはいくら。お。危ね。いや高回転能力ね。いやこの能力デッキもねめっちゃ強そうなんだけどな。てか強いよね。てかもう、まあ、ほぼ同じなんですけどね。大砲助アイスピウッドの、まあ、呪文は適当にと怪物くんね。と新カードか。
その辺6枚ぐらい固定のさ、ゴブリンドリルだろうが、まあそれこそバルーンとかだろうが、ロイジャイだろうがね、なんだっていいんだよな。これが環境です。相手も持ってるだろうかな。結局にゃんにゃん丸巡査部長だ。はい、このわーロケ砲だから一緒かもね。あーちょっとやだね、ロケット星。これでもさ止まっちゃうのかな。おーラムでね、ワンちゃん大砲を使うとね、これあの博士が端前から来るんだよね。お同じかあみんな来るやんけ。いやこのデッキに多分勝てるデッキはね存在しないんだろうな。やば、勘弁してよこれ。どうしようどうしたらいいっすか俺。やば、良すぎるが。でも俺のキャラもいかれるっていう。やっぱりこの怪物さ、どうにかできねえかな。禁忌されんのかこれ。ルート強制ワンチャン知ってるかもね。あーうまいな。ポテ、まあ新カード俺も斜めに出そうかな新カードさ、どっちがいいの。あ、ロケット方針に対してやっぱ同彩じゃない方が多分いいんだろう、ね、だからロケ砲いる時だけね、逆にした方がいいかも。これライトニングっちゃおうかな。え、当たんねえんだけど。いて、ライトニング持ちには逆にしよう。やっぱロケ砲防衛が強いかも。わ、いい大砲機種だ。これもったいない、ね、今シーズンこれか、決まっちゃったな。やば、痛すぎるどうしよう。ちょっと待って、セパレートさしない方がいいんだろうな。じゃあしなかったらロキホー来るもんね。ケツラムだな。はい、走れ。 おい、なんかすごい変な走りしたな。なんか地味だなラム対決。ロケオがちょっと強いねこのバトル。気持ちいいぐらい火花が。おー削れねえな。お互い後半になってくるとさ、ライトニング削りやとかで削れなくなってきて、最初のダメージが痛いらしいね。やばい、博士もいねえし。残り20秒これで終わっちまう。アイスピト
わあマジで環境すぎるなこれ。今シーズンこのデッキ無限か。まあ一つ可能性があるとすれば、もうバランス調整緊急で来るしかない。来なければ来シーズンも環境一緒で、今シーズンと来シーズンか2ヶ月は一緒なんで、惜しい、ワイルドカード、うん、2ヶ月こいつが最強にはなります。でもこいつに勝てないデッキはね、目立ってもちょっと難しいんじゃねえかっていう、とっさに思いつかないもんね。なんかエレジャイとかもね、大砲やロケット方針に弱いし、まあ、新カード入りのなんかちょっと変わったデッキとかじゃないとね、勝てなさそうだよな。さあ君は何のデッキですかね。でこのデッキが流行るイコールライトニングドラゴンはマジの雑魚でさえ、てかまあ流行らなくたって雑魚だからな、ライドラは。別にアンチでもなんでもないけど、単純に弱いからな。ああまあこれペッカにケツラムして、まあ言ったらラム分のアドを取られても勝てます多分っていうぐらい強そう。最悪だってゴブリンシュタインで止まるもんね。アウトローの上位互換、勝手に被害を受けたからな、アウトロー。かわいそうすぎん。トルネン使います、使います。いやーまあこれは何が悪いって、大砲が悪いですよ。はい、大砲もここ最近ずっと強かったんで、まだ生きてます。でもライトニング打てばいい話か。打たなくたっていいけど、まあ打ったっていいか。ディーンディーン、大砲もちょっと下方してもらわなきゃいけないよね、みんな思ってんだろうな。いやこれなんかさ、タワーまで来られるの嫌なんだよ、大砲を使いたくない。やめて、 OK。 まあキング起動もされないし一番いいね。一枚ちょうどいい。ちょっとやばい、まだロケ砲とアイスピレいいね。まあキング起動されるけども、守ったことに価値あるか。さあペッカバルーンのトルネマッタっすね。はいはいはい、まあいいでしょう。ライトニングなのがいいなこれ。やっぱライトニングで博士も処理できる、ライドラも処理できる、まあそれこそバルーンとかにも対応できるっていう幅広い、ね。まあロケを出してから考えるか。フリーズバンのか。でもなんかすごくなりそうで嫌だな。あれライドラ弱いって言ったやついたよ。え待って、全部いなくなった。進化助がさ鬼チェーンしちゃった、やばい。え終わったこれ。じゃあそしたら終わっちゃったよ。フリーズ防衛とかもあるもん。うわ全然守れ、多分ね相性めっちゃいいんだろうな多分。ペッカバルーンね、ペッカバルーンには負けちった。でもロケホンもいてライトニングもあって、いやそうな、多分ね相性いいと思うんだよな。俺が多分ヘッポコだったんだよ、防衛でライトニング打ちたかった。ポルカブラスターね、ブラスターか。ブラスターちょっといるんだよね今シーズン。てかまあ新カードとかなんか全体的に見てもブラスター強そうなんだよね。下方されたんだけどね、うん、結局そう、まあペッカ的な、まあ、ワンチャンペッカいない神技もあるか。
あのユウの単品できたらキング起動したいけどな、無理かな。ですよね。やんね、そんな気配あったんだよな。そう、神ライトニングですねえ。ユウノの禁忌したかったな。まあまあまあ、ライトニング便利だな。クエイクとかだったら終わるもんね今の。いや、これラムクラのなんかロケホとかでワンパンねえかな。バツ、マジやばいかも。気づいた、俺がやったんだけどさ。俺が自分から増殖させたんだけどさ。やべ、ビーム来る。最悪や。最悪や。相手はまあ新カード入りの、よくわかんないっすね。ちょっとムードとかがさいるけど、いや、これだけで強そう。やばすぎだろ。終わってる、ビリビリしてるもん。一応ビリビリで解けるっすけどね、最終。はい。えぐいな、相手の簡単何も来ないもんな。ニコスで最強だな。このスキルやばいよな。普通に火力下げるだけでもちょっと変わるんだよ。なんかロケ砲とかもな、結構いいんだよな、使いやすいんだよね。うん、使いやすいデッキかつ環境で超強いっていう、使わない理由がないデッキが完成してしまったんだな。だってゴブリンシュタイン適当に後ろから裂いてさ、ラムつけて相手のカウンターロケ砲大砲出しとけば基本止まって、みんな使うよな当たり前に。むず、どうしよう。トリトン、あ、トリトンとか嫌だな。なんか俺の怪物がこれ大砲で壊されてちょっとだるい。許される、禁忌もされない。おー、許してはくれてるけど、ラムね。よい、いやー、よく耐えた。ラムなんですよね、もう時代が。おとなしくラム使っとけば気づいたら突進してくれます。ペラムね、なるほど、トリトン入りね。まあ多分ライトニングだと思います。ってかもう100です。はい、ライトニングレイジか、まあライトニングプラスなんかか。まあロケット必要な、そしたら進化スケもいいね。もう逆サイなんか端前とかやっちゃってもいいもんな。ああ、やられる感じ。え、むずこれ。ちょ、待って。受けがさ、新カードの受けがさ、あんまないんだよ。普通に。強すぎて。引っ張れ。ありがたくね。ありがたいよね。そうだよね。熱っ。やば、ラムの今のでさ、突進入っちゃダメでしょっていう。今ので突進入んのか、意味わかんねえもん。防衛ライト最強です、ちなみにね。うわー、強いなーこのデッキ。いいの、
マジ強すぎるんだけど、おもろいぐらい。ここに出しちゃおうかな。やっぱ角度調整していかないと。やべ、だるいね。あー、うまいね。なんかまずいよな、怖くなってきて。あ、でもこんだけ回転速いから。よし。いや、そう、これが高回転でなんとかなっちゃうのも強みね。左お願い、レーザー使わないでほしい。え、進化ザップレアすぎ。やばい、これあのビリビリ使われたら博士飛ぶ。使われそうだけど使われねえんだ。うーん、暇な試合してんなおい。まあ、ロキョー、ちょ、これでいかれんのもったいないんだよ。来信したかった。お、待って、幸せある。やばい、でも俺の、やばい、相手のさ、やばい、相手の怪物も来た。やばい、なんか本当に状況把握できなさすぎるな。あ、まあでも体力勝てそうっていう。いっていいんじゃないこれ。ダメかな、トリトンとかさ、ぶっ潰せば。よし、まあ守れたら勝ちっていう。いや、ロケは強っ。え、でも怪物これさ、一応全てに、あ、やばい、怪物が解けると話が変わると見せかけて何もいない。よしよし、で時間稼いで大砲もいて、ラムケアもしてライトニング打って、おー、素晴らしい。いや、大砲やっぱ強いな。また最後のフランキャン出さずに、もうロケ砲、付き合いスピード大砲、これが強い。うわ、ロイリーよ、よろしく。今年の世界大会選手でさえ、まあどうせゴブリンシュタインなんだろうな。この人も、かつ世界大会も環境がね。こいつ、え、スパーキー使ってる時点でもうなんか偽物に思えてくるもんね。でも俺のニコスがうまいね、トルネが。まずい、ね、非常に。これ許されないかな。ほぼ新カードやないかい。いや、まあ一旦耐えれるか。相手が呪文なけりゃ、なんかこっからさ、ゴブリンシュタインラム組んでライトニングって一本折ることはできそうだから、ちょっと熱いか。すげえな、クロススパーキー。シャーなしでスパーキー使ってんだろうな、かわいそうに。両サイにするとスパーキー、これどっち出すんだろうな。さすがにフランケンか。うん、じゃあまあ別にこれラムいったって。行かない方がよかったかな。これね、強いの、ちょっとやばい、届いちゃダメなんだよ。
いやーまあ可能性はあるな。相手に呪文がないのであればトルネウッドがね、まあ、ややだるい。なんか勝てそうやん。ビリビリ微妙だけど。攻め毒じゃない？守ればタイブレイクで勝てます。相手のプレイヤーは強いけどデッキが弱いとこうなるんだな。ライトニングのダメージ462。あ、はい。はい、すげえな。シャーナシスパーキー。さあ、ということで環境のね中心にラムデッキが登場しましたんで、皆さんもぜひこちらねやってみてください。ちゃんとここもオンシャスで押してもらったね。